夏から秋にかけて大きな巣網を張るジョロウグモ。日本に生息するクモとしては大型であり、黄色と緑青色の鮮やかな模様もあり、とても目に留まりやすい。電線や軒先にも巣を作るため、都心部でも普通に生息しており、その意味では身近な生き物と言えるだろうが、その生態が詳しく解明されたのはごく最近のことである。一般的にクモ類は昆虫のような複眼ではなく8つの単眼を有する。しかし一部のクモを除き、その視力は低く、明るさの違いを知る程度しか機能していない。また単眼は頭の上に並んでいるため、背後や側面の明るさを知ることはできても、口の周りや腹側の情報を得ることはできない。ではなぜクモは巣に獲物がかかったことがわかるのか。クモの感覚器官は足の先に生えた細かい毛にある。この毛が空気の振動を捉え、獲物となる虫の羽音を察知する。つまりクモは優れた聴覚で獲物を見つけるのだ。獲物が巣のどこにかかったかは、足の節々にある筋状器官という特別なセンサで感知する。この器官は音を聞き分ける聴覚の機能と同時に、体全体の歪みの情報を判別している。巣の揺れが風によるものなのか、獲物がもがいたために起こされたものなのか、体全体の揺れを分析し、それが獲物であれば巣のどこにかかったのか、高度な情報処理を瞬時に行っているのだ。巣を作るクモの多くは獲物に糸を投げてその動きを止めるが、ジョロウグモは巣にかかった獲物に近づくとすぐに噛みつく習性がある。これはジョロウグモが大型のクモの割に主食とするのがコバエやハムシといった小さな昆虫であることに由来する。バッタやトンボのように大きな獲物がかかると、すぐには獲物に向かわず、少し弱った頃合いを見定めて獲物を襲う。獲物が弱ってきたのか、まだ反撃する余力があるのか、それも巣の揺れ方を知ることで判断しているのだ。空気の振動を知る聴覚、そして高度な歪みセンサー、それは8本の足先に集中しているが、歪みセンサーは足以外の体表にも分布しており、風に揺れる巣の上で体を安定させることにも使われている。全身にセンサーをまとい、その情報を高度に統合して素早く行動する。そのメカニズムはロボット工学の分野からも大いに注目されている。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサーはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。